行きよで大量交流してきたぞマスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今回はですね、こちら大量購入してきちゃった。はい、今回はですね、7万円分あの家具屋さんのね、 IKEA でたくさん買ってきました。で、今回はですね、この大量購入したものでですね、マスオの部屋改造を行っていきたいと思います。はい、まあマスオの部屋改造、引っ越してきたから、まあね、至る所を部屋改造してきたんですが、今回はですね、主にこちらリビングでございます。はい、というのもですね、あのこのね、カーペットだったりとか、こういうクッションとかなんですけど、全部ですね、一昨年のクリスマス企画でクリスマス部屋を作ろうって言った時に買って、そのまま使ってるものなんですよ。今夏ですよね。ちょっともうちょっとさ、クリスマスじゃなくておしゃれ部屋にしたいなと思って、今日はこのね、7万円分で買ってきたものを使っておしゃれ部屋にしていきたいと思います。では早速紹介していくんですが、今回ですね、主に2種類のものを買ってきました。家ん中用とベランダ用というね、2種類です。リビングを部屋改造するって言ったんですけど、ここの中のね、半分はですね、また今度の動画でベランダ改造の時にまあ、使うものを買ってきたんですけど、まずはそちらからね、紹介していきたいと思います。まず一つ目が、ドドーン、観葉植物。超可愛くない？ IKEA でね、売ってて一目惚れして買っちゃいました。で、この観葉植物はかなりね、日光が必要ということで、家の中で育てるっていうよりはベランダに置いて大きくなっていくね、様子をこうベランダで見たりとか、あとこの葉っぱを整えてちょん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 って切ったりとか、まあ、そういう楽しみ方をしたいなと思って、今回ね、このね、あの観葉植物買いました。マスオの推しポイントとしては、このさ、この真ん中にもこうさ、葉っぱがある、そして上もまん丸、このね、バランスが素晴らしいなと思って一目惚れして買っちゃいました。はい、ということで、まあ今度の動画でね、ベランダに置いて、まあ、皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。で、さらにですね、たくさん買ったんですけど、じゃん、こちらどういうものかっていうと、まあ、ベランダに敷く木の板ですね。ベランダこうさ、木でぶわーっとこう敷き詰めて、で、その上に観葉植物なんて置いたら、もうそりゃおしゃれ部屋の出来上がりかなと思いまして、今回ね、これ大量に買ってきました。1万数千円分ぐらいかな、これに費やして買ったっていう感じです。で、さらにね、こんだけおしゃれなものを置いたら、ベランダにもうちょっといろいろ置いてみたいなと思って、こちらテーブルですよ。おしゃれテーブル、ちょっとさ、なんか公園とか、なんかおしゃれなカフェでありそうなこのテーブルをベランダに置いて、さらにそれに合った椅子も置いて、こうね、暑い夏の日にビールを飲んでもいいですし、秋のね、こう涼しい中でコーヒーを飲んでもいいな、ケーキなんか食べてもいいな、なんてね、ちょっと夢をこう膨らませて、これを買ってきちゃいました。この、机と、テーブルと椅子を置く動画もですね、また今度のベランダ改造動画をぜひね、見ていただけたらなと思います。で、こっからはですね、このリビング用のアイテムを皆さんにご紹介していきたいと思います。まずはですね、僕の一番のお気に入り。こういうものを飾れる家であったらいいな。そんなおしゃれな大人になりたいな。そんな願いを込めた作品です。それが地下の絵ということで、絵を買ってきちゃいました。なんかさ、大人になったら家に絵飾ってあるこう家、憧れません？まあ、僕はそういうのはもうね、ないかなと自分で思ってたの、ね、部屋も汚いし。でもなんか今この部屋改造している今のこの住んでいる家だったら飾ってもおかしくないかなと思って買っちゃったー。はははは、嬉しい。からの後ろもドーン、なんと2枚セットになってるっていうね、そういう絵なんですよ。はい、で、他にも買ったものが
こちらになります。これはね、まあ何でもないって言えば何でもないんですけど、まあイラストとか絵とか、あと写真を立てるものです。というのもですね、あっち見ていただいたら分かるんですけど、はい、あそこにですね、僕ね家族写真飾ってあるんですよ。で、家族写真に画鋲をブサッて刺して飾ってあるだけなんで、なんかもうそろそろちゃんとこういうさ、写真立てとかに入れて飾ってもいいかなと思って、うん、こういうの買いました。そして写真立てとちょっとね似ているような感じなんですけど、こちらなんかね、物をこう飾るものです。で、何を飾ろうかなって言ったら、こちらちょっと植物的なやつを買ってきました。まあこれは人工物なんですけど、これをこういう風にね、まあ中に入れたりとか設置して、で壁にこう飾ろうと思ったんですよ。トイレ、トイレがですね割と虚しいんですよね今ね。まあ視聴者さんからいただいた絵とかも飾ってあったりするんですけど、この便器の奥側っていうかな、壁側が何にもなくてすごい味気なかったので、こういうのやったらちょっとおしゃれかなと思って買ってきました。はい。で続いてがですね、ちょっとイメージ湧きづらいと思うんですけど、 LED ライト買ってきました。これはなんか棚とかにつけて光をね綺麗にするものなんですけど、これはまた後日ね全然違う動画で使いたいなと思って買ってきたものです。あの動画だってね、その動画見た時にぜひ思っていただけたらなと思います。はい、次はですねこちら、クッションでございます。ずっとさ、僕今まで使ってたクッションがこちらなんですよ。これね、なんかね、友達とかが来るたびに、なんで今クリスマスなんって、なんかセンスないよねってめっちゃ言われ続けたの。僕的には可愛いかなと思ってたんだけど、やっぱクリスマスだけの方がいいみたい。うん、ってことでちょっとおしゃれな感じでこうね、クッションとそのクッションカバーも買ってきました。で、かつこのクッションとクッションカバーに合わせてこちらカーペットも今回ね変えようと思っていますので、まあ全体的にこう色合いが、まあ、整った部屋になるんじゃないかなと思います。で、こちらこれはですね、じょうろです。おしゃれじょうろ、最近観葉植物とか野菜育ててたりとか、うん、するんで、こういうおしゃれなじょうろあったらいいかなっていう。あとね、野菜なんですけど、結構ねナスとかの野菜って水やり大量に必要なんで、ちょっとワンサイズ大きいこういうね、じょうろを買ってきました。これだったらね、一発でこうナスも大喜びするような量の水をあげられるんじゃないかなと、はい、思っちゃって買っちゃった。そしてね、カーペットも紹介したし、最後がですね、おしゃれレベル98。正直お店で見た瞬間にどう使うんだろうってね、正直思っちゃうけど、こういうの置いてある家おしゃれだよね、っていう、そういうもの。それがですね、まあ、これは花瓶です。で、花瓶にね、これ長いでしょ、これをぶっ刺します。もうね、みんな見たことあると思うよ。なんかね、簡単にそのイメージを膨らますとしたら、なんか大金持ちの大豪邸の玄関にあるやつ玄関とかになんかあるやつを買ってきた。ということで今回買ったのはこちら、木の棒灯火っていうのかな、うん、150センチのなんか木の棒です。これね、もうイメージ湧いたっていう方もいらっしゃると思いますし、どうやって使うものなのってね思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ今の瓶に、まあ、刺して、まあ、インテリアとしてこう楽しむものです。ぶさっ、おー、あ、すごい、なんか綺麗になりそう。へえ、どこをこうでもこれ確かにあったらおしゃれだわ。そういうちょっとね、自分じゃ最近買わないね、なかなか買ってみようかなと思わないものもあえて買ってみようかなっていうね、まあ、大体こんな感じでーす。で、一番上は設置したところにこう置いてから取りましょう、じゃないとなんか危ない気がするんで。はい、ということで今回買ったものすべて紹介していきましたので、実際にこちら設置してみたいと思います。
では早速ヘア改造を始めていきたいと思います。まずはこちらのカーペットを変えていきましょう。今のね、このクリスマス部屋からの脱却で、カーペットなんですけど、まずテーブルをガラガラガラっとねずらしまして、だいぶ変わるよね、多分カーペット変わったら。で、カーペットを取ります。いや、なんだかんだあの時思いつきで買ったカーペットが2年近く使われていると思うと不思議な感じではあるんですけど、で、これで実際に設置してみましょう。サイズ感どうだろうな。こっからこんな感じで置いてみよう。とりあえずいきます。おりゃれれ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 れ、おーおー、よくない？ていうか気持ちいい、このカーペット気持ちいいよ。いい感じですね。じゃあこの上にまたテーブルを置いてみよう。いい、前回のそのカーペットよりクッション性があるから座ってても楽だ。そしてこのカーペットに合わせましてクッションも変えていきましょう。で、先ほど紹介したクッションを、はい、じゃじゃーん、こんな風に作ってみました。普通の灰色とこういういろんな色、三角形のいろんな色と、これがね、肌触りが一番いいものですね。これ枕にしたい。で、これを綺麗に設置と、じゃーん、いかがでしょうか。このクッションを変えただけでクリスマス部屋から少し統一感のある綺麗部屋になりました。なんかね、おしゃれ、部屋がニトリとかイケアのさ、こうさ、モデルルームみたいな感じになって、観葉植物があってすごいおしゃれなんだけど、自分家じゃないみたい。はい、ということで嬉しい。じゃあこれ以外の買ってきたやつも設置していきましょう。じゃあ続いてはこちら、絵をどこかに飾っていきます。どこに飾ろうっていうのと、このどっちを飾ろうっていうのもあるんですけど、玄関に飾るか、それともそのあたりですね、リビングの空いてるスペースに飾るかっていうのか、寝室見られてるとなんか眠る時若干気になっちゃうかもしれないんだよな。で、どっち飾るかなんですけど、やっぱりお気に入りのこのイラストを飾りたいと思います。ワンちゃんここ？あ、すごい主張が強いね。鹿の部屋みたいな感じになる。2つこう飾るとしたら鹿の部屋まあ、おしゃれではあるよね、結構ね。でもこのね、鹿を飾ってあって、この動画を見た人はね、あれ、マスオなんか鹿アピールしてんのかみたいなね感じになるかもしれないですけど、ちょっと違うか。じゃあ玄関見てみる。ここ、もうね、100万人を鹿で埋めるっていうね、ドン、神々しいけど、ちょっと100万人の盾はさすがにちょっとここ見やすい感じにしておきましょうか。いや、どうしよう。じゃあリビングも置いてみる。こっち、もしくはここ。確かにこの下に置くパターンいいんだけど、僕の家ね、ルンバくんがいるんですよ。ルンバくんがそのうちパターンやって、なんかこう絵破けちゃったりしそうな気がする。だからやっぱさっきのところいいんじゃない。どう、それと2枚。あ、ここよくない。ちょうどライトがここにしよう。で、次はさっきのこちら、長い棒と花瓶なんですけど、これさ、どこ、もう観葉植物が角にあるから、置けるところこの辺りとか。まあ確かにおしゃれだよね。ちょっとこの上取ってみようか。どうだろう、上取ると広がるのかな。あ、おお、すごい、お金持ちの家にあるやつ。ありっちゃありけど、どうしよう。もう一つ実は置きたいところがあって、それは寝室なんですよ。ということで寝室なんですけど、結構ね、寝室何もやってなくて味気ないんですよね。ですんで、このさ、この鏡今までここに置いてたんですけど、この部分にこういう風に置いたらどうかな。ちょっと味気ない？あー、
おしゃれっちゃおしゃれだけど、もう少し何かここにプラスして今度買ってきて、なんか設置してもいいような気がする。で、鏡なんですけど、ここに設置してみよっかな。うん、こう着替えてここですぐ見れるっていうか、絶対ここに置くべきだったんで最初からね。おしゃれ部屋、この光さしてる感じの、あの神々しい感じからの、あの棒が影になってる感じ、あれおしゃれでしょ。むしろもうちょっと影を見せてみたら、ほら、あ、全然ダメだ、やっぱここだ。はい、素晴らしい、いい感じ。で、最後がこちらでございます。これはトイレに設置するんですけど、トイレをリアルなトイレなんですけど、ここが全く何もないので、ここにポンと、おー、ここ額縁の中にね入れて、こう緑な感じ、もうちょっとおしゃれにこうなるんですけど、はい、まあ、緑あるだけでやっぱりさ、トイレ違いますね。いい。ちなみにこちら側は、あの皆さんからいただいたものもね、こう飾ってあったりします。マスのセンスのかけらもないクリスマス部屋だった部屋が、なんということでしょう。大人な雰囲気のおしゃれ部屋へと変わりました。ソファーもクリスマスだったソファーが、30代の落ち着いた男のソファーに、そして寝室も大人寝室へと生まれ変わりました。30代男のかっこいい部屋の出来上がりです。ということで、今回はですね、 IKEA で7万円分大量買いしてマスオの部屋改造をやっていきました。いかがでしょうか。めっちゃ満足。うん、部屋に統一感が出ました。もっとおしゃれハウスに改造していくように頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さんコメントお待ちしております。嬉しい。ということで、皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。